ひろゆき先生がですね、空手を教え始めたのが1941年と聞いております。それに弓道館という名前を付けたのが1947年の5月から一応弓道館という名前で活動しておりますね。ゆうき先生の先生が千原長春先生ですね。の先生が伊藤三光先生、長春先生と新里仁安先生から剛柔流は習われたようですね。空手道場は那覇に少ないですよね。大人ばっかし多かったですね。庭がいっぱいになりましたからね。1971年まではちょうど木造で、道場はちょっと半分より小さいところで、普段は外で庭で稽古して、雨が降ったら道場の中でやって、道場はもう空手を教えるのがもちろんですけれども、やっぱりこの人間形成とか先輩たち後輩たちとのお付き合い方を学ぶとか、むしろその辺がね、もっと大切です。だからこれまでは空手術というのはもう研究され尽くしていると思うんですよ。ほとんどもう伝統の技ですからね。これからは空手の未知の部分をね、もっと勉強して行かないといけないんじゃないかと思いますよね。でうちの道場は今も一緒ですけど、もう基本稽古はほとんど中心ですね。突き蹴り、そして特に伊藤先生がもう突きを中心に、巻き裏とかですね、巻き裏と、もういつもそうですね、丹田に使っているようにですね、重心のですね、それがいろいろ、例えば重心がぶれないように、ぶれてる人はこうやって連続突きで島を立てていくとかね、一発一発とか入れますからね、それが連続突きしたり、いつももう心がけて、要するに腰使いがどっちかといえばやや特徴的かなという感じしますね。まあ、稽古も苦しいばっか、あんまり楽しい稽古というのはあまりないですからね。稽古は苦しいけど、やっぱりそれだけ仲間が増えるのがやっぱりそれが財産でしょうね。生活基盤の目標作りでしょうね。単なる格闘技じゃなくて、やっぱし先輩方から指導を受けたり、後輩に指導したり、そういう場面を通して自分の社会的な役割とかはですね、単なる武道とかそういうものじゃないというふうに考えていますね。